2K ニュースです。ビルグ特別編集上越市制作実行委員会は12日、昨年夏から制作を進めてきたビルグ特別編集上越市の完成発表会を上越市市民プラザで開きました。民間主導で特別編集版が出版されるのは全国初だそうです。この冊子は上越市ビッグサービスの親会社株式会社熊谷組がスポンサーとなり、出版費用を負担。上越市内から公募したスペシャルサポーターと呼ばれる市民約60人が取材と撮影、そして執筆を担当しました。掲載店舗などからの協賛は一切ありませんが、熊谷組の一社スポンサーにより発行部数3万部24ページの冊子が無料で配布されます。配布先は東京都内のほか、長野県上越市内の観光施設、 JR 駅、高速道路サービスエリアなどに設置される予定です。冊子の内容は高田観桜会や首九市などのグルメのほか、カフェ、ラーメンなどを紹介しています。市民目線で編集した点、行政が入ると全地域を均等にする、それでは魅力がなくなってしまうと、同実行委員会の株式会社社頭イグレックの湯沢雅彦代表取締役は特徴を語りました。同実行委員長である上越市ビッグサービスの赤岡文夫統括マネージャーは、今回で一区切りとなる、上越市の多くの魅力をスペシャルサポーターの方に教えてもらった、大切に活用し上越市の内外に継続的に発信していきたいと挨拶しました。スペシャルゲストとして挨拶に立った上越市の中川貫太市長は、素晴らしいものができた、市民の力が全国に示されることになった、上越市も通年観光の取り組みをしようとしているが、春日山城や岩木町や直江津には海があるので生かしていきたい、全国世界に発信する準備ができたと思っていると話しました。今後増刷や定期刊効果も検討していくそうです。2Kニュースでした。